こんばんは。どんな服ワンピ。こういうもうでもこれももう暑くなるからラストかなって感じ。春っぽかったの。まあ秋っぽさはあるけど色的に春とかでも着れるかなと思ったんですけど、まあラストかもしれない。これサナツンからもらいました。だいぶ前に長袖今日暑かったですね。今日から暑くなりますよね。明日とか20何度だろう、6、7、8度ぐらいですよね。リュウさんキュン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 、ありがとうございます。大人っぽい、やったん。初見です、ダルマッシュさん初見ありがとうございます、来てくださって。よいしょ、リュウさんキュン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 、ありがとうございます。こんばんは。ショコちゃんの洋服好きだから、夏服のショコちゃん楽しみ、嬉しい。結構小悪のために買った服が大量にあってどうしようってなってます。そう、困っちゃってる。ヘイブンさん尊い、ゆびひめさん四つ葉、せまこさんアンプ、ありがとうございます。そうなんですよね、ショコちゃんへの思いが熱いです、ありがとうございます。てれ今日のリップの色好き、結構毎回この色、キャンメイクの02番です、お気に入り。もう2本目、まだいっぱいある。まあいっぱいもないや、これが限界、あとこれだけあとこれだけです。メイクいつもと違う、嘘、パッツンだからかな。めっちゃ今日は簡易的なメイクですそう、あちょっとマスカラついちゃってるけどめちゃくちゃ簡易的なメイク。肌は何もやってなくて、アイメイクと眉毛とリップだけです。そう、簡易的そうなんです。うん、傷にシーズン終わっちゃう。長袖とかだったから、カナピーマンですけど、めちゃくちゃ可愛い、嬉しい。目細めてるの可愛いまだ綺麗、ありがとうございます。美肌モードあるからね宮弘さんキュン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 、ありがとうございます。お肌やってない、今日は。そう、本当に目の下もやってない。本当にこの上、アイシャドウ、アイライン、マスカラ、リップ、眉毛だけ。眉毛も眉マスはしてない、以上。でも結構私はこのアイメイク、アイライン、アイシャドウ、まつげをやるだけで、だいぶ顔はできるからそう、基本的にいつもここも肌もめちゃくちゃ薄いから、そんなに変わらないと思う。しゅんさんトントン、ありがとうございます。あ、そう、リサのショールームちょこっとだけ行きました。うんや、毎日すっぴんよってまあまあちょっとね、多少お休みでもメイクはしますね。そう、目でだいぶ変わるかなって思う、私的に。そう、今日でもあんまり上がってない、ちょっと上がってるけど最近メイクしない、いや、ショールームをしてる時はちょっとはメイクしてるかな、ちゃんとはしてない。すっぴんの日はだから今のところないですね、結構ないそう、ショールームやらない日があったら、その日は多分メイクしてないか何か用があるかかな。そうです、うん、ショールームあるからメイクしてる感じそんな感じ。うん、ファンレター送ってもいいですかって、ぜひぜひ。かなあこさん、リラックスタイムなあお待ちしてます、お手紙ありがとうございます。事務所に行った時に取りに行きます、ありがとうございます。俺も気合入れてショコのショールーム見るときスーツ着ようかなって、リラックスタイムナウで大丈夫です
量産型オタクメイクとかしてみてほしい。ピンク多めみたいな感じバッチリピンクピンクピンクみたいな感じかな。わかる、私のイメージはそんな感じ私のイメージ。クロックマンハロー今日は9時半ぐらいに終わろうかなと思います。最近はちょっと喋ってるだけなんですけど、あ、でも今日もちょっとあのトマトちゃんとひまちゃんわりちゃんをお見せしようかなと思います。本当に成長が早くて、もうこの前見た方はすごいびっくりすると思う。あ、ハードル上げすぎかな、またそう、お見せしようかなと思います。本当に、なんか夜見て朝見るだけで違うから、今はびっくり、本当に。もうトマママママはなかったっけ、トママとトト以上に増えている。本当にどうしたらいいのってぐらい増えてる成長が早すぎ、うん、しょこちゃんハードル上げがち、本当に成長期です。まあ赤ちゃんの方が成長が目に見えてわかるから、そんな感じなのかなって思ってるんですけど。そうなんです、早くお見せしたいな。もうちょっとしたら見せようかと思いますママで、ママはつけてないと思うそう、もうすぐ反抗期来ちゃうかな。こんなちっちゃい植木鉢やだよ、早く大きくしてよってもったい、もうちょっとなんかたくさん来てくださったらお見せしようかなと思いますヘイブンさんキュンキュン、宮平さんキュンキュンありがとうございます。今日はパッツンにしてみました、してみましたというよりかは、今日も運動したのでめちゃくちゃ汗をかいて、そうだからもうこんな感じ、もう風呂上がりみたいになってる、ぺちゃんこそうなんですけど、まあ配信終わったらすぐにお風呂に入ろうと思いますあ、そう、そしてね、前髪を切ったんですよ。リサは長いって言って、私は切っちゃいました配信でめっちゃ長かったけど、そう、もう邪魔すぎて切りました団子だからパッツンです今日はカープさんキュン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 、ありがとうございます。今日は暑かったですよね、うん、配信終わったら部屋着になる、うん、ワンピースだからね今ワンピースがなんだかんだ楽なんですよね、1枚だし。ヘイブンさんかわいい、ありがとうございます髪切りに行けてないから行きたいって、私も行きたい、もうちょっとしたらね行こうかな。これぐらい、もう夏だからこれぐらいになりたいかな、私的にそう、ここリサちゃん目に刺さってた、そう巻いたらね、そう巻かなかったらこれぐらいとかになってた時あったんですけど、今日は今日切ったんですけど、今日はそこまで長くはなってなかったんですけども、巻いた時にこうやってなるのが嫌で、パッツンが好きなので、うん、これどこのブランドわかんない、サナツンの、サナツンからもらったグレイルですグレイルでしたそう手遅れぐらい、そうね、切りたいなって思って、これぐらいかな、これぐらい、意外と切るっていうね、ここだって、ここだったら配信見えないじゃないですか、でもこんなにあるんですよ、そうやばい前髪切るの前、もう小4ぐらいから自分で前髪切ってるからだいぶ慣れたものです確認の仕方ここ見ましたグレイルだったそう、うん、結構切る、うん、なんか本当に今夏ぐらいから切ってない、本当1年ぐらい切ってない、そうなんですよね、自分で気になるとこは切ったりしちゃうけど、前髪もみたいに、そうなんですよね、もうね、だって24ガールズの時に切ったぐらいかな髪の毛は、なんか本当染めてないから、全然なんかその染めるついでとかじゃないから、パーマなってる？パーマってどんな感じになるんだろう？パーマって何？こうなのかな？こうウェーブ？ずっとウェーブだったら可愛いけどね。自
自分で切ると髪が部屋に散乱する。洗面台、洗面所で切ります。そうそうです。器用、本当にありがとうございます。全然いってないんですよ。そうなんですよね、まな板の上で切るのはやばい。こうやって、こうやってやばい。髪の毛乾かすの時間かかります。でも本当にヘアスプレーしてからはかかるの時間かかんなくなった。うん、昔自分で切ったらおんまゆパッツンになったからもうやらない。でも男性だったらなんかおんまゆになってもなんかすいたらどうにかなりません？なんか女子だったらもう前髪をなしにするかこう流したりとかするしかないけど、男性だったらもうもはやこういう方だっているからね。平田さん、アイス、ありがとうございます。そうなんですよね。今日はうまくいった前髪、イエイ。でもなんか触覚っていうかここはすごい適当なんですよね、このちょっと長めみたいな変なこだわりね。変なこだわり、なんか特にこだわってるわけじゃないんですけど、なんか一応取っとこうみたいな感じ。こっちもこっちも長さ違うしね、こういうとここだわってないところは。そう、ヘアケアのこだわりはなんだろう、本当に今まで何もしてなくて、でも最近ヘアスプレーをして髪の毛を乾かすようになった。で朝ちょっとなんかうねってるなっていうか寝癖ついちゃったなって思った時に、なんだっけ、ミルクオイルミルクみたいなのを塗ってます。でも最近は塗ってないかな。スプレーかけて髪の毛乾かしはする。メリダさん、キュン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 、ありがとうございます。乾かす時はあったかいので最初温風でやって、で全部乾ききったら冷風でこうやってこう毛並みに沿ってやります。うん、そんな感じ。梅雨時期大変、いや、なんか巻いたら落ちちゃうっていう意味では雨の日は結構大変なんですけど、もともとストレートだから今日アイロン当ててないんですよこれで。そう、もともとストレートだから膨張はしないですね。ただ雨の日は巻いても落ちる、だから雨の日はストレートで過ごした方がいいなっていう感じですね。天才ゴリラさん、かわいい、ありがとうございます。ミルクオイルミルクって言った私。やば、高めツイン、高めツインはあんまりしない。子供感。そう、アイロン当てると痛むじゃないですか。なんか髪の毛、染めてるメンバーとかは結構月1でも行ってたりするじゃないですか。まあ最近開けてないと思うけど、そうだけど染めてないからなんか切りたいなって思った時に切るだけだから、なるべく傷まないようにしたいからなるべくアイロンを当てないようにしてるし、ちゃんと乾かすようにしてる。めっちゃ疲れた日は乾かさないで寝ちゃう時あるけど。かのこさん、めっちゃ可愛い、ありがとうございます。幼く見え、そう、ツインすると幼くなる、本当にね、いらなくないツインって。いらない、こんなツインテール。頭振れば乾くはすごい、ほんとすごすぎ。あれですね、私はなんだろう、アイロンじゃないや、ドライヤーあったかいのでして、でもあったかいドライヤーでまた汗かいちゃうんですよね。でその後ストレッチしてまた汗かくんですよ、やばいです。今日も汗かいたしねーねーとか言っちゃってる。暑いからバリカン買ったけど使う勇気ない、いっちゃえ。ちょっとなんかなんていうの、何ミリっていうのをちょっと長めにすればいいんじゃないですか。宮弘さん、バラありがとうございます。そう、エンドレスお風呂、そう、ドライヤーで汗かく、だからずっと冷たい冷風でやるのがいいのかな。でも乾かないしなって感じですね。9日連続配信中ありがとうございます。シュンさん、キュン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 、ありがとうございます。
毛量が多くて乾かない。あ、まあ、私は毛量は多分普通なんですけど、長すぎて乾かないねって感じ。最近めっちゃ汗かく。本当にちょっと動くだけで汗かくね皆さんも一緒かな。もうね、どこも暑いですよね今はもう。本当にあったかい風ドライヤーした後冷たいの当てるみたい、いいみたいだよ。あ、じゃあ正解だ私はそう、あったかいの、ゆうさん、じゃあうゆうさん、そう、今あったかいのやって冷たいのでやってるんですけど、あったかいのの時点で汗かいちゃうで冷たいのは毛並みに沿ってやってます。そう、シーブリーズ欠かせない時期、本当にシーブリーズと汗拭きシートね、冷房つけるとめっちゃ寒い？冷房はねつけてない。冷房はつけてない。なんか除湿っていうのをつけてる、よくわかんないけど、なんか涼しくなるからいっかみたいな感じかな。のんちゃん髪切ったの？どこ情報？ウィッグ？できた。シーブリーズ何色？なんか本当に中学の時使ってたやつが残ってるかなぐらいだから。でも青、青、お兄ちゃんがもともと青使ってて、なんかもうその匂いがいいなって思って青にした気がした、多分。だけどもう今ないかもしんない覚えてもない。そう、青だと思う。なんか爽やか系だと思うヘリコプターは乗ったことないです。乗る機会あるんですか？逆になんかあんまりいないと思う、ヘリコプター乗ったことある人。どうなんだろうどうなんですかね。阿蘇で乗れる？そうなの？乗る場所はあるんだ、そう、体験みたいな。すごっ、何秋の香りの、なんかテニス部、お兄ちゃんもテニス部で多分その時から青使ってた、だから私もなんかそれが一番慣れてる匂いかなって感じ。夕方に、あ、インスタライブしてたね、してたねっていうか、ツイッターでありがとうございましたって言ってたから気づいた。何秋とテニスは一回だけしたこと、大会前だったかな、大会前だったかな、覚えてないけど、一回だけ、一回か二回かしたことあるぐらいそんなにいっぱいはしたことない。そう、お兄ちゃんがテニス部で私もテニス部やりたいってなった。グリーンアップルの香りも好きで使って、グリーン、あんま匂いはね、あんまりね、わかんないそう何の匂いだろう。ひょこちゃんどうして20、いつも25分なの？25分か55分から始めるんですけど、それはオーディションの時から、オーディションのショールームの時からそうなんですけど、みんな例えば今だったら9時からとかだったので、あの9時、同じ9時からやったら私の方に見に、あの他のところに行って私のところにも見に来ない方もいっぱいいるのかなって思ったので、5分前、そのみんなが始める5分前くらいに始めて、その子見に行く方もその5分間は私のことを見に来てくれるかなっていう考えで55分から、オーディションの時はずっと55分からなんですけど、まあイコラブ入って、まあ、30分じゃなくて、まあ、25分にしようとか、まあ、5分刻みでたまに35分45分っていう時あるけど、基本的には25分か55分かです。5分前行動、そうそうそう、だからその5分で来ていただける方がいたら嬉しいな、そこでいいなって思っていただけたら嬉しいなっていう思いを込めての5分間ですそう、テレビもなんか58分からとかある、やるじゃないですか、7時58分からみたいな、そういう感じだと思うそうなんです。しゅんさん、ありがとうございます。そう、ヘイブンさん、あなたはありがとうございます。そんな感じ、ちょっとでも見に来てほしいからね。特にオーディションは知られてもないからね、まあ今もですけど、
今も例えば他のアイドルさんがショールームやるときに9時からやりますって言ってる方とかジャストの方が多いと思うんですけど、そこ踏まえに来ていただけたら嬉しいなって感じです。なんか結構準備しません？皆さん9時からって言われたらちょっと5分前ぐらいからなんかちょっと始まるかなみたいに見ません？私はそう見るタイプだったので、5分前ぐらいからそわそわしだすタイプなので。そうなんです。そうこの前珍しく45分、そうそうそう、料理配信の日かな、料理配信は25から始めようと思ったんですけど、いやちょっとバタバタしちゃうなってなったので、でも55よりかは早くできるなって思ったので35か45か悩んだけど45にしました。そう余裕持って、そんな感じ。料理配信って本当に準備に時間が読めなかったりするから、もうやばいやばいやばいってなる時もあれば、やばいあと何分もあるわっていう時もあるんですよね。そうしゅんさん、キュン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 、ありがとうございます。確かに星集め、なるほどね、星集めで、そう確かにその例えば9時から始まるこの星集めはちょっと前から、なるほどね、確かに、そうそうそう。ということで、じゃあ50分になったらひまわりちゃんとトマトちゃんを見せたいなと思います。ベロハイさん、キュン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 、ありがとうございます。そう巻く時あるね料理。そう料理配信スタート時間が毎回悩む。準備中に料理配信やりますって言うんですけど、いつもでも時間がまだ読めないなってなっちゃう。だいたい1時間ぐらい前からは料理配信しますとか配信しますとか言いたいなって思ってるんですけど、めっちゃ早い時もあるけどそうなんです2メートル超え早すぎません？ 2メートル超えてるこの前こんなんだったらハードル上げすぎ私がしょこ自慢の、そうしょこ自慢です。もうそろなんか変えた方がいいのかなとか思ったり、教えてください。でも結構2メートルじゃない、20センチになったらっていう方がいたので20センチまで待とうかなって思ったりしております。ちょっと根っこが見えてるのはちょっと心配ですね。根っこ弱いらしいから、そう楽しみって嬉しい。ケンケンパさん、コマンありがとうございます。しゅんさん、キュン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 、ありがとうございます。本当に前回よりかはって感じですね。でもひまわりの方が成長が早い気がする、わかんないけど、うん、1メートル超えても倒れないもの本当に植えてあげる。なんかすごい大きいのがこれ、うん、これはちょっとでかすぎたわこれぐらいのかな、これぐらいのなんか30センチから50センチのやつって書いてあって、直径がそうだから、そういうのを今2個お家にあるのでそれに植え替えたいなって思ってるんですけど、うん、ちょっとまた皆さんとお話しして決めたいと思います。そうな、虫に気をつける、本当に虫に気をつけなきゃ。どう気をつければいいんだろう宮弘さん、だるまありがとう、だるまありがとうございます。今日は日向に置いときました。昨日があんまり天気がなんか晴れって感じじゃなかったから、今日は日向に置いとこうと思って日向に置いときましたひまわりはアブラムシつくイメージ、やだ、お願いだからつかないでほしい。ショコちゃん虫無理、虫がなんか得意な女の子ってあんまりいない気がする。なんていうの一定数いるけどハムスターにもハムスター来たら可愛いけどねだけどね蚊はねもうねしょうがない、蚊は寄ってくる、大型だから私本当に男でも虫無理、まあ基本的虫はあんまりですよね。別に見る分にはいいんですけど、なんかカブトムシとかはまだ平気なんですよ。そうカブトムシとかは別になんか、うん、平気なんですけど、なんかそういうちっちゃい虫とかなんか毛が生えてる系の虫とかはあんまり好きじゃないかな。しゅんさん、タコありがとうございます。そうそうなんですよね。そう大型はめちゃくちゃ蚊に好かれます同じだってお湯さん、うーん、宮弘さんバラありがとうございます。そうなんですよね、風通し大事みたい、風通しは大丈夫なはずはずはずです。そう
お一緒、大型つ、そう、家族みんな大型だから、なんかみんな大型だと、あの女の子が一番刺されやすいらしくて、そう、女の子だから、なんか妹とかがいれば妹が蚊に食われるのかなって思うけど、私が一番下で女の子だから、ね、去年100箇所ぐらい刺された。それはすごい、数えてないけど、でめっちゃ刺されるときは刺されますね。去年はあんまりそこまでかなってか、でももう今年に入ってから手を刺された、ここら辺、そう、もう治ったけどそうなんですよね、なんかみんな寄ってくるんですよね、蚊に好かれるタイプなんですよ今のと期待しますか、もうね、やば山の中おったら刺されて、それはそうそれはそうですね50分過ぎちゃった、ありがとうございます、教えてくださっておたけさん。ということで、じゃあまずはトマトちゃんからお見せしようかなと思います。本日のトマトちゃん、じゃ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 ーん、どうですか、前回よりかはたくさん増えてると思う、いかがでしょうどうですか、増えましたよね、ちっちゃいけどみんな増えましたよね、可愛くないですか、しかも3箇所からちゃんと生えてきた、植えたのが3箇所なんですけど、1つの穴に3箇所やって、1つの穴に3粒種を入れたので9箇所、9個なんですけど、あのここからは3本生えてます、ほら3つ生えて、ここ2個1個、そう、でも まだ生えてくる可能性あるからね。どうですか、なんかここからどうしたらまだいいのかな、トマト、ここで本命はひまわりだから、本当にトマトはできたら嬉しいなって思うトマトできるかな、大きくな、間引きするね、間引き、どう、これで育てていいのかな、プランターもあるんですけど、そうそうなんですよね、間引きはどのタイミングなんだろう、トマトそう、あとは夜にもう一回お水をあげて、間引き必要、このタイミングで、どれぐらいのタイミングで間引きすればいいんだろう、この子絶対取っといた方がいい、間引いたら、あのプランターに植えたらまたそこから生えてくるかな植え替えた方がいいのかな、普通はなんかこういうので育てないのかなもう知識がなさすぎて、プランターがいい、プランター今シソが生えてます隣に植えればいいかな、ね、どのタイミングか分かる、トマトビニールハウス、どうやってやんの、ビニールハウス、ビニールかぶせればいいかなかのこさん、くももももも、ありがとう、くまさん、ありがとうございます、先客います、先にお客さんいますね、シソというシソ育ててます、そうなんですよシソを育てております、まだね葉っぱこれぐらい、前にね料理配信とかでもあの使ってます、そう、あ、栄養の取り合い、でも大きい、割とプランター大きいから、どれぐらいだろう、これぐらいの幅あると思うで半分ぐらいにシソが4箇所あって、こっち側にトマト用かなって思ってます、そう、シソはなんか生えまくるらしい、そう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 、生命力が強いのかな、高いのかな、アジサイもなんか葉っぱから生えてくるんですよね、そうシソ、そう、私はお肉の肉巻きの梅シソ巻きが好きなので、それに使えたらいいなと思います葉の枚数で植え替えるタイミング決めるといいと思います、今は2つ、あ、こっからも 3個生えてた、3本生えてた、わかるかな、ほら、わかる？ 3 箇所生えてたわ、ここが1箇所、でももともと生えてなかったからまた生えてくるかもしれない見た目雑草とか言わないでくださいそう、続いて次行きたいと思います、梅しそ好きって一緒だ続いてひまわりちゃん行きたいと思います、ひまわりちゃんは私的に皆さんに前見せた時よりも成長してます、いきます、じゃん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 、すごくないですか、良くないですか、いかがですか、
よくないですか？可愛くないですか？そう、もう開いたんですよ。もう皆さんに見せた次の日の朝には開いたんですよ。片方、どっちだった？こっちかな。そう、開いて、そう、めっちゃ大きくなってるんですよ。成長が早すぎて。でその時は片方だけだったんですけど、次の日の夜にはもうどっちも開いてたんですよ。昨日の夜か。そう、いかがでしょう、良くないですか、本当に成長期。さすがに2メートルはハードル上げすぎだけど、もうだいぶ10センチぐらいにはなったかな。あと次の葉っぱが生えてきてます。今4枚あります。ほら、4枚あります。そう、いかがですか。だからもうそろ間引きというか、あの片方を移した方がいいのかなっていうのはあるんですけど、どうなんですかね。どうなんですか。すくすく、そう、今のところはいい感じ。前回よりかは育ってるんじゃないかな。前回は特にミニひまわりちゃんだったからもうちょっと細かったんですけど、ランニング終わりました、お疲れ様です。種ついて、そう、こっち種取れちゃった、多分風に当たってかな。でも落ちてないから飛ばされたのかな。そんな風強くないはずなんですけどね。どうだろう、どっちの方が、どっちがねいいんですかね。今どっちが成長してるんだろう。なんかいい方をって言うじゃないですか。そう、もうそれを変えた方がいいのかな。これ種から植えた、そう、だから種がついてるんですよ、こっちには。ほら、種ついてる。そう、迷っちゃう。トマトの間引きのタイミングは葉っぱが4枚になった時。じゃあまだ2枚だから、まだもうちょっと育てます。こっちの子は、こっちも4枚目見えてますよ。どっちもまだ20センチってどれぐらい、これぐらいになったら根っこが引っかからないか不安なんですけど、大丈夫かな。かも、このままこのまま大きい植木鉢に植えるのはどうですか。ダメですか、2本生えてくるみたいな。どう思いますか、ダメですか。さあ出るかな。今いい感じ、同じぐらいですよね。ダメなのかな、ちょっとよくわかんない。いいと思う、それは。あの、詳しいのかな、私みたいなノリで言ってる方が方かな、わかんない。いいんじゃねみたいな。あ、ダメですってきた、ダメか。ロクスケさん、ビギナーありがとうございます。嬉しいです、可愛くないですか。あ、近すぎちゃう、ダメか。もう根っこが絡まんないんですか。そんなことないのかな。いいんじゃねのノリでいいと思う。まあそうなりますよね、全然わかんなかったらね。ダメです、近すぎってきてるから、ちゃんと植え替えます。どうしたらいいんだろう、もう絡まってないのかな、そんなに長くない今。ね、なんか育ててると可愛い、可愛いですよね。ほら、スキメちゃん。スキメちゃんです、本当に。若干距離離す、もうでも動かすなら大きく、もう違う植木鉢に入れたいなって思ってますね。週末くらいには考えて、なるほど、週末ここを半分プスってやんなきゃいけないから、根っこが絡まってないことを願ってます、私は。うん。もう絡まってそう、どうしたらいいんですか。でもまだ植え替えない方がいいのかな。六助さんは詳しそう。ね、プランターに入れるときずらしたらちょうど良くなりそう。プランターに入れるときにずらす、トマトはプランターにして、ひまわりは植木鉢にしようと思ってます。そう、大きな植木鉢。そう、感覚に任せる、それはやばい、すげえ聞いて、そう、不安すぎて。もう今年こそはちゃんと育てたいと思っているので。そうなんですよね、明日分けた方がいい、成長早いから。
当にわかんないんですけど、わからないんですけど、ちょっとね怖い。どうしたらいいんだろうか。最初から大きな植木鉢に植えればよかったんですけどね。でもその植木鉢から生えてくるかどうかはわかんないですよね。この子も3つ植えたけど2つしか生えてきてないから絡まってたら片方諦める覚悟で、なるほど、覚悟でこってで明日植え替えるもういいのかな、ダメ。なんか最近もうずっとひまわりの話してる気がするもうトマトは4つになったらでしょ、ひまわりはそう、成長早すぎてちょっとわかんない。まあ定期的にこうやって皆さんに見せていこうと思いますが、しゅんさん、アイス、ありがとうございます。そうあ、私が育てた時は結構育ってからやった、うまくできた、本当に。え、こんなぐらい近くて絡まってなかった、それなら良いんですけどしゅんさん、アイス、ありがとうございます。本場、これ本場、この子本場塩と、あ、この子塩、塩だっけ、子供の葉っぱで塩、あれ違うっけ感謝落ちちゃった笹パンダさん、尊い、ありがとうございます。本場が出てきたら2回目の間引きをして最終的にポットに1つ苗にしておりますらしい。本場が出てきたら2回目の間引きをして、2回目の間引き本場この子たちは本場ですよね、もう。あの、このちっちゃい子たち。違うかな。塩、懐かしいね。小学校の時にやった。土ごと植え替え、でも、2つに分けなきゃいけないから。あ、違うの？本場ってどこ？本場ってどこですか？どっから出てくんだ？この子ま、うん、難しいな、難しいですね。クールにバーガークイリーをお知らせします。お知らせされました。丸くない歯が本場、丸、うん、わかんない、まだこれはまだなんだクールやけど遅れてるのが面白いこの子たちはまだ違うの、あのちっこい子たち、このちっこい子たち、このこれ、うーん、この間のやつ違うのかな、わかんない、うーん、わかんないなんだっけこれ、3から4が本場、じゃあこれ本場じゃないですか、違うあ、塩の間から出てくる、じゃあこれ本場だ、ほらこの子、違う、この子ほら、間の子難しいですね。またリプでお願いします助けてください。詳しい方いるかな、ひまわりに。トマトも本場が出てきたら、もう結局本場になったら分ければいいのかな。この子本場が出てくるって、もう本場出てきてるけど違うのかなこれは出たうちじゃないのかな、今がその時近いほらね真ん中のが伸びて本場が出てくるよ、もうちょっと大きくなったらってことかな毛が生えてる葉っぱが出てくる、あ、生えてるよ、産毛産毛生えてる、もうちょっと大きくなったらなのかな、なるほど、もうちょっと大きくなったら、じゃあもうちょっと待ちます、ただ根っこが絡まっていないことを願います、見えないから ね。ひまわり好きです、ひまわりが好き本場が 5,6 枚で植え替える、植え替えるのはいいんですけど、こう分けなきゃいけないのがね不安なんですよね、この子たちを。あの、もう根っこが絡まってるんじゃないかと不安になっております私
ね、皆さん詳しい、本当にショールームで なんか聞いたら本当に誰かしらは知っていらっしゃるのでそう、嬉しいですね。しゅんさん、花束ありがとうございます。その頃が20センチぐらい、ああなるほどね、今は10センチぐらいかな、10センチぐらいだからもう倍ぐらいになったら植え替えます。お願い、ちゃんと育って。まあ少なからず一つはちゃんと育てたいなって思ってます、ひまわりになるまでね。はやぴーさん、四つ葉ありがとうございますはなちゃんがショールームでイコプレ開封して、しょこちゃん出た、おお、ありがとうございますもうひまわり、あ、お花ができるまで応援する、ありがとうございます。そう、イコプレは今月号、5月号はサイン入りが結構皆さん当たって、もっとまれに裏面に書いてあるやつがあるんですけど、今回サイン入りは全部裏面が書いてあるので、当たった方はイエーイって感じですそういう裏面が書いてある方がいつもより多いかなと思います。お家で書きました。そう、いつもはお家じゃなくレッスンの合間とかだったりしてたんですけど、今回お家だったので、そう、割と何にしようかなって考えながらできたのでいい感じ。そう、滝脇の森ですそう、ぜひ皆さんのお手元に届きますようにそう、いろいろいろんな絵描いてます。はい、動物以外にも描いてるのでお楽しみに。全部書いて、サイン入りで、サイン入りのは全部裏面も書いてあるので、そう、ミスってなければそう、全部書いたと思う。いっぱいいろんな種類の書いたので、よかったら見てくださいゲットできますように皆さんがだからいつも結構毎回サイン入り当たるよって方がいたら、その裏は書いてありますね。今月号は5月号、5月は、はいです。豚さんが好き、なんかこういう感じのやつ書いたそうです。もうゲットした方いるかな、どうだろう。チョコちゃん、チョコの絵ほのぼのしてて好きって、嬉しい絵は本当にこのルームで上達しました。うん、カブトムシ欲しい、カブトムシ描いたっけ、カブトのここにカブトムシ描いたかそう、あー、サインなかった、ピエンピエンピエンパオンピエンですね。あ、そう、一番表のナータンのやつが欲しいってあった、あれ私ですね、あれストレートロシですよ、ツインテールじゃないですよあれめっちゃ声裏返ってるけどオモアバのおかげ、本当にオモアバとか都道府県クイズとかこの曲なんでしょうかとかイラスト描く企画が多いから、そのおかげで上手になりました。そう、何でもかんでもなったんじゃない、私が基本的に描く女の子はストレートおろしです、はいヘイブンさん、尊い、ありがとうございます。勉強できる系女子、そう、三つ編みして眼鏡かけてたらなんか勉強できる系女子ですって感じじゃないですか違うかな。イコノイちゃん絵得意な人多い、うん、でもあれですね、私は上手いうちに入らないと思う画伯ではないと思うけど、わかんない、画伯って言われる時もあるからわかんないけど、そうカープさん、尊い、ありがとうございます。そうですよなあたんではないですね、ストレートおろしはキャータンはなんかなんて言うんだろう、可愛い絵を描く、すごく女の子っぽい、女の子っぽい絵を描くねね色紙の絵は生き物、あ、色紙はあれ5月の5が 5月のところに鯉のぼりになが鯉のぼりになってて、あとこの5のこういう部分あるじゃないですか、こう 5ってなってて、反転してるか、こうゴってなってて、ここが鯉のぼりになってて、ここが柏餅になってます。そう、気づいたかな
ってなってますね。誰の手元に届くのか、ぜひ手元に届いた方は大事にしていただけたら嬉しいなと思います。はやぴーさん可愛い、ありがとうございます。のえみーちゃん特にね、めちゃくちゃうまい子多いですよね。普通にうまい子なんか可愛い絵とかじゃなくて普通にうまい子多い。そう、バランじゃない柏餅ですよあれ。そう、こだわ、そう、意外とこだわった。そうです。どう、あれは色紙はどうしたら手元に届くの？当たったらか、あの裏に当たりみたいな書いてあったらかな、違うかななつねちゃんのクッキーはすごく上手だった。あのクッキーだけじゃなくて絵もね、なんか進撃の巨人みたいな絵も上手だったね。すごいね、普通にうまいと思う他にもうまい子いたよね。カニちゃんもうまかったかな、ちょっと誰か忘れちゃったけど何人かいましたよね、うまい子すごかった、誰かわかるもんなんか可愛いイラストじゃなくてなんかリアルにうまいって感じ。そう、キアラちゃんとか可愛いイラストとかじゃないですか。そう、普通にリアルにうまいそう、進撃の巨人は褒めて、え、進撃の巨人って言ってませんでした？え、あれ違うっけ、進撃の巨人って言ってなかったっけ言ってましたよね、あの褒めてる褒めてないじゃなくて進撃の巨人って言ってたそうそうそう、本人がツイートしてた確か。そうそう、でも褒め言葉じゃないですか進撃の巨人って。だって進撃の巨人って言ってて進撃の巨人に見えるってことは褒めてますよねそう、覚えてもちゃんと見てる意外とそう、意外とちゃんと見てる。そう、事実でございます。そうですよ褒め、まあ褒めてもいるけど上手だから。そう、褒めてないことはないけど、ん、褒めてないってことはない、ん、ちょっと日本語難しいけど。ひろしさんアイスありがとうございます手足が棒だと画伯、あらあらららら私、あ、意外と手は描いたりしたりするかな。あやかさん初見やっほー、ありがとうございます。初見しょうこちゃん、めいさんありがとうございます手を直します滝明さんもちょくちょく棒、あらなんか時によるね、その時の気分です、はい棒か音符かもやしかです。ほんと綺麗な髪ありがとうございます。ウレピただいまー、おかえりあらお絵かき配信みたい、メンバーの似顔絵を前に描いたことある、全員の。のんちゃんがねストーリーに載せてくれたね、のんちゃんに送ったらそうです、しょこちゃんとお兄さん何歳、4歳離れてます、4つ。あんちゃんとみりにゃと同い年。けいよんぱちさんキュンキュンありがとうございます。マリサウィのアンパンおじさんね、アンパンおじさん面白い、あれアンパンおじさん面白すぎる、うん似顔絵よかった、嬉しい。一応写真撮っといて、撮り忘れちゃったメンバーもいるけど。そう、カープさんありがとうだるま、ありがとうございます初見って出るけどしょこちゃんのことはずっと好きなのよ、ありがとうございます、嬉しい。うれぴ、まあね、あれですよね、なんかログインし直すともまた最初からみたいになりますよ ね, ね、声素敵です、ありがとうございます。マサさん嬉しい、ありがとうございます。本当にニコラブに入ってから声を褒めていただくことが多くて嬉しいです。自分が特徴的な声っていうのを知らなくて、うん、なんか基本的に自分が喋ってる声って今まで聞いたことなかったんですけど、基本的にはリコラブに入ってから自分の声を聞くようになって、特徴的だなって思うようになりました、自分でもしょこちゃん好きになってもうすぐ半年、ああありがとうございます。いつだ、半年だったら5月末、4 4 3 2 1 12 11 11月末ぐらい
より似てた？あんな声してるのかな私。確かにちょっと似てるかなと思ったけど。ゆなさん、しょこんばんは。ありがとうございます。しょこちゃん、こんばんは。ありがとうございます。リコラブみんな素敵な声。嬉しい。ありがとうございます。リコラブこれからどんどん人気になっていってほしい。ありがとうございます。頑張ります。ヘブンさん、キュンキュン。ありがとうございます。話し方も柔らかいから良き。やった。良き。しょこちゃんのショールーム癒されて嬉しい。眠くなるとも言われるけど嬉しいですね。眠くなる声してるのかな私。ゆっくりだから喋るのが。そんなことない。普通にイヤホン配信してほしい。イヤホンで配信するんですか。 Bluetooth でもできますか。今携帯なんですよね。 Bluetooth だといつもこもって聞こえるって言ってるけど、 Bluetooth のイヤホンが遠い場所にあるからかな。ルッピーさん、だるま、ありがとうございます。寝落ちが多いのは子守歌みたいな。声がね、なんか寝落ちする声みたいです。みたいです。最初リサだったけど食リサ推しになりました。 ありがとうございます。ありがとうございます。昨日は食リサのインスタを載せたので、よかったら見てみてください。たまに早口、本当になんかすごい言いたいことがたくさんあったりすると早口になります。うん、なんか今日はこれ言おうっていうのが毎日あるんですけど、そう、今日だったらひまわり見せようとか、滝脇の森について話そうとかいろいろあるんですけど、そういうのがいっぱいあると早口になったりするとか、 MV が公開されたりとかかな。そうだ、ななかちゃんのソロ曲めちゃくちゃいい。切なくて美しい。皆さん聞きましたか、空白の花。トレンド入りもしてて、名前もトレンド入りしててすごかった。なんか本当になんか曲もそうですけど、 MV が本当に切なすぎてやばい。 MV だけで見れる。あの音楽なくても MV だけで切ない。ね、やばい。本当になんかみたいな感じって感じです。うん、ドラマすぎる。本当にすごい可愛い。美しかった。みんな横顔美しいって言ってたね。めちゃくちゃ美しい。ドラマだった。すごいですね。あそこの学校どこか分かんない。すごいたくさんいたしね、ななかちゃん以外にも。すごいですね。あ、男鈍感すぎて腹立ってしまった。それは面白い。面白いって言ったらあれだけど、そういう方もいるんですねって感じですね。確かにある意味青春ですよね。いつ渡すの？今でしょ。確かに。ねえ、切なかった。皆さんもぜひ見てみて、聞いてみてください。本当にね、よいしょ。ねえ、前髪かわいい。ありがとうございます。パッツンです。パッツンツン。そうです。あともう一個話す。あ、ブラックンポックンミョンみたいなの食べました。言えたかな。ちょっとね書き方は分からなかったから、炒め麺って書いたんですけど、そう、麺です。そうです、辛いやつ。そう、ストーリー見ていただいた方は分かると思うんですけど。なんてできてる、もう察してください。そう、なんか結構今流行ってるんですけど、すごい辛いやつなんですけど、辛かったけど本当にペヤングの極激辛よりかは大丈夫。もう極激辛を一回食べた方からしたら大丈夫な辛さって感じかな。そう、でもめちゃくちゃ美味しかった。めちゃくちゃ美味しかったです、本当に。あ、3本飲んでないです。今回は1本も飲んでないかな。そう、ほうじ茶。あ、まあ1本ぐらいかな、全部で。うん、1本ぐらいだけど、めちゃくちゃ美味しかった。あとはチーズ入れたらもっと美味しかった。結局辛さごまかしたんですけど、そう、辛いの意外と私辛いの好きなんだなってなりましたね。はい。そ
そう、チーズ入れたのも美味しかった。あのチーズ味じゃないんですけど、それにチーズを入れたのが美味しかったからやってほしい。そう、わさび辛いのは大丈夫。いやー、わさび、うん、もともと別になんか辛いのが好きなわけじゃないんですけど、なんかわかんないけど、なんかペヤングぐらいからなんか、なんだろう、好きになったかなそうなんですよ、チーズに合わない食材なし。本当に本当にそう思う本当にそう思います。なんか好き、うん、辛いのが好きなわけじゃないんですけど、なんか得意だから食べちゃうって感じかな。そう、ゆずさん久しぶりに来れた、ありがとうございます。こんばんは。ペヤングはね本当に辛い。まだ売ってんのかな、あんま見かけないけど、ペヤングの極激辛を食べてほしい本当に辛いですね。あんま見なくなった、今売ってるのかな。そうなんですよ、腸がおかしくなりそう。本当に胃の中、腸の中が熱くなります。今も気持ち熱辛いんですけど、そう、それで運動したからもう燃えてましたね。はい、自分の中では燃焼燃焼と思ってたけどそう、でも美味しかった。そうなんです、あれ初見じゃない、ありがとうございます。前に星集めとかでいらしたのかな、ありがとうございますペヤングとこの前の辛いのどっち、あ、ペヤングが、ペヤングが1位。本当にペヤングはってなってたそう、ペヤングは本当にやばい、もうなんかどうしたらいい、どうしたらいいって感じになってただからそれに比べたら全然美味しい辛さって感じ。そう、美味しい辛さだった。前に食べた辛いのも今日食べたやつも、プルダックン炒め物、炒め麺も、そう、エスソースは食べたことない。そう、でもね、めちゃくちゃ美味しかった。何のボブになって、さっきから来てるけど本当にそうなの。ヘイブンさん、バラありがとうございますあー、北極とか食べたことないからわかんないね。ヘイブンさん、バラ、あ、今読んだか、ありがとうございますウィッグ、あ、ウィッグねあ、ウィッグね、ウィッグねびっくりびっくり、美味しく食べれる辛さ、ただ辛いだけの辛さあるよ。うん、美味しく食べれる辛さです本当に。そうビッグのやつ見てない、写真載せてる。あ、そうだ、館内デビルの話もしなきゃ。そう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 、昨日館内デビル見てくださった皆さんありがとうございました。館内デビル今日はちゃんと、あ、昨日はちゃんと止まらずに行けました。あ、ちょっと持ってこよう、ちょっと今日は黒にしようかな。おいしょ、今日は黒で入れて行こうかな。じゃじゃん、えいえいえい、ははは、デビル黒デビルです。本日も館内デビル23時30分から放送されますので、皆さんぜひチェックしてください。よろしくお願いします。今日は何だったかな、さっきいいねしたけど何だったっけテーマ。はい昨日は赤だったんですけど今日は黒にしましたそう、本日が折り返しになりますね。コクワガタとか言わないでください、デビルです。リレンジャさん、かわいい、ありがとうございます。見るよ、あ、見れない、あら、心の目で見ていただければと思いますそう、コクワ笑わないでくださいはは、は、今日は昨日の写真を載せようと思います。で、明日
この写真を載せようかなと思います。ポキって言っちゃった足がそう、ぜひ写る方はチェックしていただけたら嬉しいなと思います。よろしくお願いします。本日も消えないでお願いいたします。はいお願いいたします。ということでね、そろそろランキングを読んで終わろうかなと思います。そう、前回は昨日は自分の特徴でした。私はまあ誰でも私の紹介をするときに出てくるかなっていうのは、真面目アクティブっていうのは出てくるかなって思いますね。割とアクティブ、割と真面目って感じかもしれないそう、メガネ生活ポンさん、ありがとうございます。あ、今日は意外なギャップを、意外なギャップということで皆さんお楽しみにそうメガネ生活、私は今までよりかはメガネの時間が増えたかなって感じですかね。でも基本的にはメガネは邪魔だから外しちゃう、外してコンタクトにする、すぐ、うん、1時間早かったって、本当に早い、いつもありがとうございます。ということでそろそろ終わろうかなと思います。デビルでお別れイエイ、かんないデビルって感じメガネ慣れると楽、いやメガネは小4から小6までずっとメガネだったんですけど、中学校でテニス部になる、テニス部になってコンタクトに変えたんですけど、邪魔メガネは邪魔本当になんかね、本当にね、あの目は痛くならないからいいんですけど、あのこの枠から縁から見え、下が見えちゃったりとか、あとは汗でずれてきちゃったりとかしたり、下向いたら落ちそうになるとかあるから、そうメガネは好きじゃないまあ人によってですね、コンタクトは目がゴロゴロするから嫌だとか、違和感あるから嫌だって方もいますからね。そう、小4から小6までメガネです。そうそうです。あと曇る、マスクしたりすると曇る、それも嫌だ、ですメガネ耳痛くなる、確かにもうメガネ、メガネ嫌いな子になっちゃってるけど、まあメガネもね寝る前とかはしたりするけど、そう基本的にはお家でもコンタクトかなって感じですね私。ということでランキング読んでいこうと思いますが、写真伸ばすと見えなくなっちゃうデビルがパソコン用メガネ、あ、なんかありますね、ブルーライトカットみたいな。ということでランキング13位フェズニャンさん、12位フーカさん、11位サンタさん、10位タケチャーさん、9位ゆきだんごさん、8位ササパンダさん、7位みやひろさん、6位メリダさん、5位ひろしさん、4位カープさん、3位かのこさん、2位浜おじさん、1位しゅんちゃんです、あ間違えた、しゅんさんです、ありがとうございます。そして2列目、今ままさん、大津さん、ももきゅんさん、コロジーさん、きよふみさん、ケンケンパさん、イマセンさん、コトラちゃん、石神さん、ヒッキーさん、ペンタさん、ファインゴールさん、リレンザさん、ワガラボーイさん、でっかい大ちゃん、マッツさん、ララさん、高市さん、イモキチさん、ハヤピーさん、ひらわたさん、ヒロさんです、ありがとうございます、ありがとうございます。配信ありがとうって、ありがとうございます。今日もお疲れ様、皆さんもお疲れ様です。今日がね週の半分という、真ん中ということでね、折り返し地点だったと思うんですけど、あと2日、皆さんお仕事学校頑張ってください。土日ある方も頑張ってください。だるましじゃん。なんかすごいさっきからなんかちゃんって言ったりシャンって言ったりやばいね。初見ありがとうございます皆さん。初見の皆さんもありがとうございました。この後、この後でもないけど、あと2時間後、23時30分から、TBS、テレビ神奈川で、館内デビルが放送されます。ナータン、ミリニャ、ヨリさん、私の4人でリモート出演させていただいておりますので、皆さんぜひチェックしてください。よろしくお願いします。明日でツイートもします。そしてこの後インスタ
そしてツイッターも投稿いたしますので、ぜひチェックしてください。ツイッターはリプリツイートによりツイートいいね、インスタグラムはコメントといいねよろしくお願いします。保存とかあとはシェアっていうのかな、たくさんの方に広めて拡散していただけたら嬉しいなと思います。よろしくお願いします。ということで1時間だったんですけど、3714人の方が来てくださいました。ありがとうございます。たくさんのコメントもありがとうございます。たくさんひまわりについて教えてくださってありがとうございます。ひまわりトマトありがとうございます。たくさんの星投げ、たくさんのギフトありがとうございます。ということで終わりたいと思います。本日は黒デビルでした。イエーイ、配信ありがとうって、ありがとうございます。ということで皆さんもゆっくり休んでください。手洗い、うがい、マスク、消毒順番間違えちゃった。手洗い、うがい、消毒、そしてマスク、そして熱中症にも気をつけてください。明日また暑くなるみたいなので気をつけてください。ということで終わりたいと思います。ありがとうございました。この後 SNS、 そして館内デビルでお会いしましょう。デビルありがとうございました。おやすみなさーい。バイバーイ。感謝。ありがとうございました。